こんにちは。服とスノーボードの店、レーブ前橋の大輝です。今回はですね、レミーラ2022年秋冬物の第2弾から、こちら、リングベストのサンプルをお借りすることができたので、これについてこんな感じの内容で話してみたいと思います。要点だけ知りたい方は、この中からこの時間のところにピッと飛んでいただくか、YouTube の目次機能をポチッと押して好きなところに飛んで見てみてください。できれば全部見てほしいです。じゃあ早速いきます。ベストなんですよ。ベストなので着ない人は全く着ないかもしれない。でも着る人からすると絶対着た方がいいよって言いたくなるぐらいかなり便利なアイテムでもあるんですよね。なので僕はね、着る側に今なってるんですけど、とてもおすすめですちょっとね着てみましたけど、ざっくり概要からお話しします。今回ですね、僕が今着てるインディゴと、あとねブルーグリーンとサンドカーキ、このね2種類、インディゴとブルーグリーンサンドカーキで、この表側の生地が異なります。レミラーだとねちょいちょい最近やってるので、おなじみかなと思うんですけど、インディゴの方はインディゴに見えないかな、暗すぎちゃうかな、縦糸と横糸が両方インディゴ染めの糸でこう織られたシャンブレー生地っていうやつなんですけど、なんかデニムっていうのはよくあるのジーンズとかねは縦糸がインディゴの糸なんですよ。で横糸は白い糸なので、ダメージジーンズとかこう横に白いのがビーってなってるかなと思うんですけど、あれは縦糸がなくなって横糸だけ残してるんでビーってなってると、白い糸だけで、これは、縦糸と横糸両方とも、このインディゴで染められてる糸で織られてるっていう感じの生地で、そのインディゴの糸なんですけど、このねロープ染色って言われるような染め方で染められた糸なんですけど、ね、糸の表面だけにこうインディゴがついてる感じの糸なんですよ。だからこの、細い糸の真ん中の方はまだ白が残ってる、染まる前の白が残ってる糸なので、擦れる部分とかはこのインディゴの糸の表面だけこうなくなっていくので、なんかこう白っぽく当たりが出てきたりして、その人だけの感じ、ずっとこうやって手入れてる人だと中でグーしてるとここだけ擦れて自分の手の形が出てくる、出てこねえかなとかね、そういう感じでいつも同じとこに携帯入れてる人だったらその携帯の跡がこう出てきたりとかっていう感じの変化をしていく生地が表に使われてます。でもう一つのこの64クロスの方なんですけど、64はあれですね、コットンが6割、ナイロンが4割っていう感じで、なんかこう昔のシェラデザインとかのシェラが開発した生地なんですけど、アウトドアのジャケットとかでよく使われるような素材ですね。コットンのこの肌当たりの良さとナイロンの丈夫さを持ってて、でね、なんかそのアウトドアとかで使われてるのは雨が当たった時にコットンってこうちょっと膨らむでしょ、膨らんでこの檻のこの密度がギュッて上がるから、それ以上水があんまり入ってこないっていうので、すげえ機能的だったんですよね当時は、っていう生地なんですけど、今回出たねコルクジャケットもう64クロスなんですけど、それとはねちょっと生地が違うみたいです。こっちがコルクジャケットで、こっちがリングベスト。パッと見そんな違い分かんないんですけど、こっちの方がジャケットに使われてる64ナイロンの方がちょっとパリッとした雰囲気があって、ちょっとベストの方がなんかウォッシュ加工みたいな、なんかこう雰囲気のある加工がされてるらしい。だら表面がちょっとこう若干毛羽立ってる感がある。でもほぼほぼ一緒の雰囲気は持ってるかなっていう生地で、64ナイロンの方もやっぱコットンも入ってるんで、こう着て洗濯してっていうのをずっと繰り返すと耐久性あるけど、こういい感じにやれてだれてくるかなと。どっちもねこう長く着てってもらった時のこ
まあ、なんかその人なりの表情っていうのを楽しみながら着てもらえる素材なのかなと思います。で、裏地がこんな感じなんですけど、まあ、フリースになってて、あのポリレーヨン、ポリエステルとレーヨンで作られた、まあ、ちょっとねいい感じの気持ちいい肌触りのフリース で、ね、このフリースが生地自体は薄めのフリースが使われてるんだけど、なんかあの吸湿発熱機能っていうねやつがあるんですよ、まあ、この汗が保水蒸気として出たやつを繊維が吸い上げるときに熱エネルギーに変わるっていう作用があるんですけど、まあ、あの気化熱の逆ですね。気化熱はなんかこう水分が蒸発するときに熱も持ってくっていうやつなんですけど、それの逆の反応が布に限らず起こるんですけど、まあ、それを特徴としたフリースなので薄いんだけど程よく保温性能があるっていう感じですが、まあ、全面に縫われてるかな、全面に当てられてると、まあ、素材の説明そんな感じです。今回ね結構シンプルなので重ね着とかにもすげえ使いやすいなと思ってて、というのもね、この襟、首周りがリブになってるんですよ。リブなのでこう襟、高い襟とかじゃないんですよ。で、フードもないから、この下に例えばパーカー、フード付きのパーカーとかを着てもらっても、こうフードがいい具合に出てくる。やっぱ襟があるとこう襟のとこがペロってなったりするんですけど、まあ、そういう感じもしにくいのかなと。で、この上にめっちゃ寒い日とかはアウターを羽織ってもらうと。で、やってもここら辺がごわつかないので。今回ね、かなりこう、すげえ着回しやすいなって思いました。フードがないからこそ、パーカーと合わせてもいいし、っていうね。いい感じです。なんかこうアウター羽織る時とかも、ここにやっぱこう生地がないから、スッと入るんですよね。それがね、ベストのいいところかなと。で、まあ、薄いフリースなので、まあ、秋口とか、あとは春先とか、でもかなりね重宝してくれるんで、その点がいいかなと。秋口と かパンツにシャツとかパンツにカットソーとかになりがちだと思うんですけど、ベストを着てあげるとね、このポケットがねあるんですよ。これすごいでかくて、でちょっとこう車から家に行くときね、一回鍵抜いてポケットにスッて入れて行くとか、まあ、その逆もあるし、ね、で携帯はここに入れとけると か半分こうバッグ代わりで僕は使えるので、秋口とかねかなりベストは使うようになりました。一着持ってるとすごい便利かなと思います。作りの話していきますね。作りが、まあ、結構こう見た感じシンプルでしょ、まあ、ポケットの針ポケがついてたり、あとこの丸い不思議な手を差し込みやすいポケットがついてたりはするんですけど、まあ、全体的にこう配色感はないんでシンプルな見た目ではありますよね。で、まあ、このポケットかな、これがすげえ不思議でしょ。なんかねポケット口が丸くて、しかもその丸いところにリブが縫い付けられてると。だからねこう入れた時にね安心するんすね。キュッとまだいかないんですけど、リブが手に触れてくれる安心感っていうのがある。この裏もねリブがあって、そのすぐ下がもうフリースになってるんですよ。だからこの手の甲に、まあ、要はこうですよね、手の甲にこう当たるこの生地がねめちゃめちゃ気持ちいいです。こっち内側は、まあ、この表地と一緒なんだけど、手の甲側だけフリースなので、まあ、手をねこう入れたり出したりしたくなっちゃう感じの、なんか安心しちゃうポケットです。でもちろん機能的にもこれ良くて、こうすぼまってるんで、中にねこう鍵を入れたりとか、なんかコイン入れたりとかした状態で、例えば仰向けで寝ちゃったりしてもここからね落ちにくいな、そこもいい点だよなって個人的には思いました。で、ここの胸ポケット、これはまあね、これ文章じゃちょっと伝わりにくいかなと思ったんですけど、二重になってます。なんかね、まあ、上からでしょ。上からと、あとね、こっち、
ここもね横からっていう感じので、それぞれが独立してるので、このここに入れて上から手出すとかはできないんでしょ。それぞれ別のものを入れられたりする。前もねこのタイプのポケットがついてるグラボアのベストかながあったんですけど、それの時は僕はねこっちにスマホを入れて、ここはねあのスイカ入れといたりとか、あと車の鍵を一時的にスポッて投げ入れるのに あってよかったっていう感じのこう出し入れしやすいポケットになってます。でここはね縫い止められてるんで、中に完全に入っちゃえば結構こう落ちにくい、まあ、斜めにだここにこっちにスマホ入れてこうなると折っちゃうんですけど、こっちはね小物類とかリップクリームとかコインとかスイカとか、まあ、そういうのをこうスッと入れるといいかなと思います。でこれもちょっとね見えるかな、ステッチがねこのボタンのところ前立てとかステッチがねこう三角形の、まあ、クラックシャツとかもこうだったかな、なんかこう装飾っぽいステッチが走ってたりします。これねでもカンノさん、このレミラのカンノさん、このこうサンプル全部ねカンノさんが縫ってくれてるんですけど、に聞いたら面白いのが分かって、なんかねこの左のここからステッチがスタートしてぐるっと来て、でこう回って、でこの襟の後ろに来て、でそのままこの前立てをまっすぐ降りていって下まで行ったら、こっからねまた上がって三角形に縫っていくんですって。ここがね全部一本のミシンでベーって縫ってるらしい。こういう縫い職人さんちょっと緊張しちゃうんじゃないかなと思うんですけど、そういう感じのね、まあ、ちょっと小ネタであります。でこれもまた、まあ、よくレミーラであるので、まあ、もうなんかレミーラファンはね、まあ、当たり前かなと思ってるかもしれないんですが、このベストもこのサイド、普通だとここで縫い合わせるんだけど、ここには縫い目がない、で、あの背中のね真ん中で縫い合わせてるっていう不思議な作りになってると。これのおかげでね、なんかここら辺がこのパリッとしすぎないんですよね。そこがいいんだろうな。やっぱここに縫い目があると、まあ、動いてる時とかにここって角がこう出ちゃうんですけど、ここにないからふわっと感が出やすいと、そういう仕様になってます。で裾もねここ押さえのステッチが入ってないんですよ。要はこの表地と裏地がこうなんか袋縫いみたいな感じになってるのかな。表側にステッチが出ない縫い方で縫われてるんで、こうするとねここがふっくらするんですよね。こうピタッてならないっていうか、でそこもねこう柔らかい雰囲気が出てると。で柔らかくてシンプルなんだけど、だけどなんかこうハリポケのこの脇とかは結構この幅の狭いダブルステッチ2本でこう押さえてるんで、こういうところはねちょっとこうパリッとした雰囲気、ちょっとワークっぽい雰囲気が出てくると。裾はふわっと柔らかいけどこういうところで締める、まあ、首元もねリブがこう細いんですけど、でこうデロンと締める、こう締めるとこは締めて裾とかはふわっとさせる、だこのバランス感がねこれはいいなと思います。サイズ感が172センチの52キロの、まあ、超ガリガリ体型なんですけど、普段だと、まあ、レミラはねトップスは、まあ、僕はゆったりが好きなんで L を着たりもするんですけど、ジャストで着るなら M の体型ではあります。でサンプルがちょっと L しかないので、僕が今着てるのが L サイズ、インディゴの L サイズを着るとこの感じ。冬にねパーカーとか着て羽織るってなったらこれでもいいのかなと思うんですけど、まあ、あんまりねこう着丈が出たりとかするのもあれなんで、まあ、僕はこれの M サイズを買おうかなと。ベストねまだ買ったことない人がね本当に今回のこれちょっと試しに買ってみてください。あめっちゃ使うじゃんってそこに気づいてもらいたい。僕はもう気づいた側なんで、このねインディゴはまず買うんですけど、あとはこのブルーグリーンとサンドカーキでどっちにするか、まあ、サンドカーキかな。僕ねもうキャメル系ブラウン系大好物なんですよ。
たらインディゴとサンドカーキ2色買っちゃうかもしれない。まあまだでもちょっと悩んでますけどね。まあそんな感じで。でね、これが、まあ入荷が今のところ11月の下旬予定で生産進めていく感じらしいので。まあもうね、多分パーカーとかスウェットに着るっていう感じの気温にはなってる頃かなと思うんですけど、まあご予約ぜひお願いします。気になった方は、この動画の概要欄をポチッとしてご予約ページで、まあ、着てる写真とか最後の写真とかチェックしてみてください、まあ、もしねちょっとこう言い忘れたなっていうのがあった場合なくてもなんですけど、まあ、この動画の最後にご視聴ありがとうございますみたいな画面になるんですけど、そこで編集の時にこうアフレコで僕の言葉を編集後期的なことを言っているので、よかったらそちらも聞いてみてください。そんな感じで、何かご不明な点やご質問などございましたら、お気軽にメールまたはコメントにてご連絡ください。ではまた。ご視聴ありがとうございます。いやベストに関しては動画の冒頭でも話したんですけど、着ない人は多分本当全く着ないアイテムなのかなって思ってます。ただ本当にね、めちゃめちゃ便利です。まあ、こう荷物を入れられるポケットが増えるっていうのもあるんですけど、なんかカットソーの上、スウェットの上に1枚重ねてあげるだけで、ちょっとね、おしゃれ感が増すっていうのもでかいと。だから、本当に騙されたと思って買ってみていただければと思います。ぜひご予約ください。ではまた。